モードにしてるんで、7時になったら機内モードを解きます。そしたら多分電話が来ると思います。みんなも電話してね。よし、7時になった、行きます。さあ、というわけで7時になったので、機内モードを解除してみんなからの電話を受け付けたいと思います。行きます。ドキドキなんだけど大丈夫かな。よーい、スタート。充電 86% 大丈夫かな。え、解除したよ一応、多分これで。あ、来た来た、え、待って、韓国から、ちょっと待って、マジで大丈夫かな。うそうそうそ、アニョーン。え、待って、え、アニョーン、もしもーし、え、切れちゃったんですけど。日本から来ました。もしもーし、もしもーし、え、なんかダメだ、繋がんないんだけど。電話かかってきすぎてて、なんかトラブって、待って、多分電話かかってきすぎてて、出ても出てないことになってる。どうしよう。え、応答してるよちゃんと。もしもし、もしもし、あ、繋がった、もしもーし、こんばんは。こんばんは、ま、松井ジュリナです。あ、どうも、何さん、名前、トモです。トモさん、ありがとうございます。メリークリスマス。今日一人目です、一応。なんか悩みとかありますか。あの、僕がちょっとね、お寺に生まれて。お寺？はい、うん。それで全然、あの、毎年クリスマスを経験してなかった。あ、お寺に生まれたから毎年クリスマスを経験してなかったと。そうなんです。じゃあ今日この企画でかかったっていうのが思い出じゃないですか、クリスマスの。一番の思い出だった。嬉しい。今私もめちゃくちゃ嬉しいです。あ、ありがとうございます。こっちもありがとうございます。ありがとうございます。トモさんだよね。はい、トモさん、ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。もう素敵なクリスマスを本当に過ごしてください。あ、もう過ごせると思います。本当ですか。はい、よかったです。ちょっとね、お仕事大変だと思いますけど、あの、私もお仕事一生懸命頑張るんで、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。またお会いしましょうね、どこかで。お仕事頑張ってください。バイバイ、メリークリスマス。はい、一人終わりました。まさかのお寺の方でしたね。電話来た。日本、日本。あ、待って、これ私のこと絶対好きな人や。番号でわかる。もしもし、あ、女の子だ。もしもし、ジュリナだよ。名前は？え、キョウカって言います。キョウカちゃん？めっちゃ喜んでる。嬉しい？めっちゃ嬉しいです。え、会ったことある？キョウカちゃんって。ないですよ、私北海道なので。え、北海道なんだ。はい、ただあの、今度のあのネットのサイン会当たったので、サイン楽しみにしてます。よかった、おめでとう。じゃあサイン会来てくださいん。はい。生で喜んでるの？生でなんて喜んでる。優しいんだけど。ありがとう。じゃあちょっと楽しみにしてるね、オンラインでね、会えるのね。いつか北海道にも行くね、落ち着いたら。はい、じゃあね、京香ちゃん、またね。バイバーイ。喜んでますね。え、次また来た。一応ね、あの、音鳴らないやつにしたんだけど。出ます、日本から。もしもーし、あれ、もしもし。もう待って、もう分かんなくなる。もう分かんないよ、いっぱい電話来すぎて。もうよく分かんなくなっちゃう。さっきのが切れてなかったのかもしれない。もうわけ分かんなくなってきた。どうしよう。留守電もめちゃくちゃ入ってる。あれ、待って、なんか分かんなくなった。来た。えい、もしもーし。もしもーし。わ、メリークリスマース。メリークリスマース。お、マジでかかった。マジでかかったって。名前は、名前は？ん？名前、名前教えて。名前。うん。です。何？りょうや。あ、りょうやくん？はい。え、何歳なの？言える？まあ、言います。今年で23、明日で23。え、おめでとう！嬉しい、よかった。
つながって、じゃあもうクリスマスプレゼントだし誕生日プレゼントだしダブルだね。ダブルで超嬉しい。嬉しいね。じゃあ1個下かも、私の1個下かな多分だと思うんだけど。そうなんか悩みとかあったりする？悩みっすか、うん、そうっすね。悩みか。いや、それかなんか私に言いたいこととかは、そう、ジュリナさんに言いたいことはそうっすね。お、ある？最近全然会えに行けてないってことっすね。あー、確かに。え、いつから会ってないかな？ジュリナが復帰して、うん、夏の握手会以来会ってないかもしれない俺。ってことは2018とか9とか、え、じゃ1年ぐらいは会ってないってことだね。1年ぐらいは会ってないですね。あら、それは寂しいわ。え、でも絶対会ったら分かるね、これは。多分顔分かるわ。印象は多分強い方ではあるから。顔の印象強いんや。いや、でもよかった、つながって久しぶりに喋れてね。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとう、素敵なクリスマスを過ごしてね。いいえ、もう最高の誕生日プレゼントだ。あ、そうじゃん、ほんとおめでとう。また会おうね。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。じゃあね、はい。みんななんか嬉しそう。いや、また来た、行きます。止まらんわ。もしもし、もしもし、もしもし、メリークリスマス。女の子だ。あれ、なんか何人かでいる、もしかして。あ、もう何人かでいるんですけど、一人めっちゃジュリナちゃんのことが好きな子がいて。一人かい。一人何回発狂してるんですよ今。発狂してる。うん、変わっても大丈夫です。もちろんそういうパターンもあるのね、グループでね。もしもし、あれ、あれ切れちゃったんだけど、タイからかかってきてるわ。もしもし、もしもし。あ、もしもし。もしもし、こんばんは。こんばんは。あ、お名前は。あ。え、もう切れちゃうんだけど。なんかもう、携帯がおかしくなってる。どうしよう。え、待って、切れちゃったよ。なんで？なんでなの？なんかもう、混戦してるってこと？どうすればいい？かわいそうじゃん。インドネシアから来たよ。もしもーし、もしもーし、もしもーし、あれ、もしもーし、ハロー。いや、出んな、なんでやろ。もしもし、え、もうなんか電話出れなくなっちゃったんだけど。ねえ、壊れた携帯。もしもーし、え、音が鳴らなくなっちゃった、なんで。もしもし、もしもし、え、もしもし、うわ、ダメだ、なんか接続できませんでしたってなっちゃう。待って、壊れたわ携帯、どうしよう。電話に出れなくなった。ねえ、電話に出れなくなりました。え、ちょっと待って、どうしよう。ちょっと再起動しようとか出てる、繋がらない。再起動した方がいいんかな、これ。再起動しましょうか、一回。ちょっと。せっかくかかったのに、全然、繋がらないって、ちょっとみんな待ってください。いや、皆さんちょっと待ってくださいね。携帯、再起動します。まさかの、まさかのトラブル。でもありがたい。だってそんなに私と電話したいと思ってくれてる人がたくさんいるってことですから、本当にありがとうございます。嬉しい。電話に電話って書いてある。一人かかったらみんな電話かけないようにしようっていうファンの人の呼びかけ。やっぱ優しいな。ジュネちゃんと話したいな。そうだよね。私も話したいよ、みんな。そう、今ね、インドネシアからもタイからも韓国からもかかってきたんだよ。国際電話いけるから、みんな。来た。ごめんね、本当に。もしもし。もしもし。やっぱ聞こえないな、声が。なんでだろう。スピーカーにしてるよ。もしもーし。もしもし。聞こえないわ。どうしよう。どうしよう。もしもし。向こうには聞こえてんのかな。もしもーし。
これあれかな、 Wi-Fi とか繋いだ方がいいのかな、繋がない方がいいですよね。今 3G 接続できません。どうもう企画倒れやんこれこんなことある。もしもーし、あ、もしもし、こんばんは、メリークリスマス。お名前は？あ、中丸りょうです。めっちゃフルネームりょうくん。はい、そうです。え、中丸、中丸さん。はい、そうです。あ、じゃあボイパできるってこと？ボイパはできないです、ね、その中丸さんじゃないの？中丸さんじゃない。りょうさん、はい、おいくつですか？25。おお、じゃあ年上だ、兄貴あ、照れてる照れてるえ、今一人なの？あ、今家族います。え、家族といるの？はい。じゃあ家族、家族全員で電話してて、うん、自分だけ。あ、みんなでかけてくれたんだ。家族今スピーカーにしてる？みんなの？あ、全員やってます。まだ。え、スピーカー、スピーカー、あ、電話してて、違う人に電話しててってこと？みんな、はい。はい。もしもーし。みんな、メリークリスマーす。誰？パパ？誰？あ、そうです。パパ？パパー！パパ、ありがとう。みんなでかけてくれたんでしょ？ありがとう。当たったんでよろしくお願いします。何何何？手形会が当たったんだ、イベントの。わあ、ありがとう。待ってますね。じゃあみんなで素敵なクリスマスを過ごしてください。ありがとうございます。みんな、もう家族のみんなありがとう。ありがとうございます。はい、りょうくんまたね。はい、またバイバーイ、メリークリスマス。いいな、終わったすごい、みんなでかけてくれたんだって、家族で。じゃあちょっとインスタライブはこの辺でバイバイしますか。じゃあもうちょっと、台湾から来ました。もしもーし、わ、聞こえないな。もしもーし、聞こえないな。もしもーし、なんでなんやろ。もしもーし、もしもーし、もしもーし、他に電話かかってきすぎなのかな、やっぱ。もうめっちゃ来るもん。もしもーし。もし、ダメやわ、聞こえない。ごめんよー。せっかく海外からもかけてくれてんのにね。インドネシアから。もうすごいんだけど、もう。もしもーし。もしもーし。なかなかない。もしもーし。いやー。もしもーし。もしもーし。ダメだね。どうしましょうこれ。どうしましょう。もしもーし、これ向こうには聞こえてんのかな。いや、こんなことになると思わなかったんだけど。すごいクリスマスだねこれは。でもすごくない？インドネシア、タイ、台湾、韓国。もしもーし。もしもーし。もうダメだ。ダメだよ、待って。メッセージ届いたんだけど。お願いします、ジュリナと話させてくださいメッセージ来た、メッセージ来た。ちょっと待って、履歴半端なこんな履歴見たことない。もしもし、あ、もしもし、メリークリスマス。本物です。本物ですよ。いや、嘘、偽物です。え、うん、もしもし。もしもし。はい。繋がってるってことですよね、これ。つながってます。そうですか、これ。え？何ですか？松井ジュリナですよね。松井ジュリナです。イントネーションどうなってんの？松井ジュリナって。え、もうどこの人ですか？どこの人？どこの県の人？あ、沖縄だからだ。はい、さーい。はい、さーい。ジュリナですよ。沖縄大好き。沖縄の食べ物も大好きだし。じゃあ沖縄に住んでるってことはあんまり会ったことないですか、私と。
うん、そうなんですよ、ちょっと記憶にそっか。じゃあちょっとなんか悩みとかあったりします？特にないですね。特にない。わかりました。やっぱ沖縄にね、住んでるとね、悩みなんて吹っ飛びますよね、きっとね。癒されてね。うらやましい。じゃあまた沖縄に行った時は、ぜひ。また来てくださいね。はい、行きます。ありがとうございます。ナンクルナイスター。メリークリスマス。ありがとうございます。はい。おもろいな。松井樹里奈さんですか？かわいいな。さあ、充電がかなりやばくなってきました。充電さしながら行った方がいいかもしれないですね、これ。もしもーし。あー、また聞こえん。もしもーし。どうしましょう、これ。どうしたらいいんでしょう。どうしましょう。もうインスタマンもいいんじゃないですか？ちょっと。一旦。閉めますね。いつも可愛い、ありがとうございます。じゃあこっからはあのまたジュリナハウスでも放送させていただくんで、アップさせていただくんで、ぜひ見てください。無理だよそれは。バイバイ、またね。この企画は失敗だよ。